からね、ゆいちゃんに協力してほしい。はい。はい。これどんな協力かと言いますとですね、今からリスナーさんから届いた S っぽいセリフを私に向かって読んでください。はい。一応言っとくと、この企画は至って真面目にね、私の傾向を調査するために行うもので、決して、私利私欲のために、とかね、ふざけた企画なんかじゃない。はい。っていうことは皆さん、頭に置いた上で、このコーナー、聞いてニヤニヤしていただけると幸いです。じゃあ、早速。わかりました。ゆいちゃんの手元にあるメールから、はい、私ね、この内容知らないの。そうなんです。秘密の内容です。はい。じゃあ。はい。読んでみてください。はい。よし。いきますよ。はい。あ、なんだ。アルバム持った。花沢さんの真ん中開け。うん。デコピンしたくなります。ゆいちゃんデコピンしてこれがトゥルルルってなんだろうトゥルルル。これいいね、うん、これいいですよね。かわいいね。私もこれ読んで、うんうん、いいなってちょっと思っちゃいました。いいよね。これりなちゃんにさ、うんうん、ゆいちゃんやられてたらいい感じだよね。あ、やられたことありますよ。あるのりなちゃんそう、あ、そうそうそう、みんなに言ってなかったけど、うん、りなちゃんうちの大沢事務所に入ったんだ。イエーイ。そうですよね。そうなんだ。大沢姉妹が。そう、大沢姉妹。3人になりました。3人になりました。6級分。はい。そうなんだ、うん。そうなんです。いいね、これ。いいですよね。なんか、うん、なんか、この野郎って言われて。似てません、りなちゃん。似てる似てますよね、うん、似てるよ。一個の野郎って言われて。あなたたち仲良すぎだよ。そうなんですよ。最近困ってる。最近困ってる。仲良すぎて。そうなんです。いや、いいと思う。でもなんか、うん、デコピンってちょっといいなって思います、うん。あ、そうなんだ。りなちゃんにやられて。やられて。それりなちゃんだからだと思うよ。いや。デコ、おでこはいいと思う。おでこがいい。はい、え？いいの？やってもらって。え？そんな、アナザーさんのファンに怒られちゃう。あれ、私今日、真ん中分けなんだよな。ゆいちゃん。はい。どう思う？私の、この、真ん中分け。ピー全然本気でできないですよ、もう。そうだよね。で、コピーをなんて。そして、ピーンって言ったけど。ありがとう、はい。いい薬です。薬？ごめん。テンション上がっちゃった。もう次の次に行きますか、ね。じゃあ次行きます。はい。次は、あ、さっき名前言うの忘れちゃった。あ、何さんだった？さっきのは、カノンさんでした。お、カノンさん、いい仕事した。ありがとう。はい、次の方。はい。じゃあ次の方は、はい、ジョーカーさんです。はい。はい、では、行きます。うん。花沢ちゃん、足を触っちゃ、目ゆいちゃんはぁ。いいね。目とか言わないよね。目は言わないですね。そうだよね。これでもさ、うん、S かって感じだよね。どうなんだろうね。S ではないですよね。うん、それか、この私の喜ぶ姿を、うん、見るために、目と言っているのかもしれない、ね。わざと。わざと。あー、なるほど。これはできる女ですね。できる女ですね。深読みしてますね。深読みしてますね。いや、よかった。ゆうちゃん。いいよ。いいですか？ありがとうございます。じゃあ次お願いします、はい。でも嬉しいです。なんか喜んでもらえるの。喜んでゆいちゃんそれで嬉しいですはダメだよ。え、そうなんですか？そう。私だけにしてね。わかりました。はい、じゃあ次、ケーマさんからです。はい。はい、花沢さん、うん、目をつぶってください。うん。特に何もしません。ゆいちゃんこれいいわこれいいですよねいい私もやられたいですよなんか、花沢さんに言ってほしいですね。ゆいちゃん。はい。目をつぶってごらん。チューしたいごめん、違った、違った。趣旨が違った。かわいいな。いやー、これでも、思
思いつく方もすごいなって。そうなのよ。これね、このメールね、みんなきっとね、ポンポン送ってるよ。いっぱいあったもん。すごい。そう、これだけヒットするね、メールがいっぱいあるっていうことはね、うん、みんな変態です。みんな普段こういうの、みんな普段からこういうこと考えてますからね。はい。いいですよ。はい。じゃあ次お願いします。はい。じゃあ続いて、はい、ホワイトロリータさんからですね。うん。ではいきます。はい。花沢さんのファッションセンスって微妙ですよね。24年間何してきたんですか？仕方ないから今度一緒に洋服選んであげますよ。ゆいちゃんなるほど。すごいな、これなんか。これさ、もう悪口だよね。悪口じゃない。悪口じゃないですか、これ。大丈夫ですかね。いや、全然いいんだけどね。いやいやいや。いやいやいや。これはちょっと。なかなかね、なんだろうな、ファンの子たちが、うん、いいって言ってくれる人もいるのね。はい。なんだろうな、センス的にきっと、うん、会う子たちは、うん、全然いいと思いますよって言ってくれるんだけど、うんうん、なかなかね、こう、なんでそういう服着るんですかねみたいなこと言われる。なんでだろう。私好きです、花沢さんの服。本当？うん、大好き。私も持ってた。ゆいちゃんの服好きだよ。うん、本当ですか、うん、あ、今日そうだ。花沢さんにもらったやつ着てるんですよ。あ、本当だ！誕生日にもらったキャミソール。ありがとう。すごい着てます。やっぱ白が似合うよね。ありがとうございます。かわいいよね。やった、着てくれてる。私も着るね、この T シャツ。これですか？これでもゆいちゃんがくれたんじゃなかった。そうだ。いやー。うーん、なるほど、そうなのよ。なんだろう。ね、遺憾でございます。あれじゃないですか、もっと、可愛いのを着てほしいんじゃないですか、ね、きっと。可愛いのってね、うん。いいみたい。お花畑です。ゆいちゃん、ゆいちゃん。若干それ、バカにしてるよ。してないですよ。でもなんか、花田さん、そういう、お花ってイメージがあるから。名前じゃん。いや、でも私も着てほしいですもん。ほんとに。ふわふわの、ワンピースとかも。いや、なんかね、私ね、うん、もう、かゆくなっちゃうんだよね。そういうの着ると。なんか、こんな私じゃないのにって思っちゃう。そう。あ、でもいいと思います。まあね、うん、いや、でもたまにはね、そういう服もね、そうですね、いいかもね。うん、でも本当にさ、ビュイ香りはさ、二人合わせてファッションセンスがすごくいいよね。本当ですか？うん。嬉しい。なんか、ファッション雑誌にそのまま出てても、恥ずかしいなって思うもん。そうなんですか？もう本当に本当に。素晴らしいよね。でも私最近、うん、ちょっとファッションの趣味が変わったんですけど。あ、そうなの？どう変わったの？気づきましたか？え？皆さん。なんか。なんだろう。変わってないかな？ちょっと大人っぽくなったかも。そうなんです。なんか。うん、黒とかね。そうなんです。最初は黒。そうなんですよ。最近。あら。黒がちょっと好きになってきて、うんうん、それ大人の兆しだよ、ゆいちゃん。本当ですか？うん。なんか、何でも合うなってことに気づいたんですよ。そうなんだよね。黒って万能だよね。うん。うん、それでなんか、うん、みんなにちょびっとだけ言われるようになりました。うん、黒着てるの珍しいねとか。そうかも。そうだね。なんかね、知らず知らずのうちにね、うん、ゆいちゃんの足からね、こう、目をそらさなきゃって、こう、意識がね、どういうことだってあんまりね、見てなかった。ああ、なるか。はい。いや、いいと思う。もうだってね、もうすぐ大学生だもんね。そうなんですよ。あと1年で。あと1年したら。大人になんかどんどんなっていく。いいね、なっていくね、うん。いや、いいと思うよ、黒。黒これからも。いいね、うん。はい。じゃあ次、行ってください。はい。あ、終わりました。あ、じゃあ、ソロのやつは。私が持ってるやつ、はい、お願いします。はい。これもゆいちゃんだけで大丈夫かもしれない。あ、わかりました。うん、では次、キュアテングさんからですね。うん、いきます。花沢さん、うん、嫌いな食べ物があったら教えてください。あ、なんだろう、砂肝かな？あ、じゃあ、私が案して食べさせてあげますね。ゆいちゃーん！うん、食べる食べる。ゆいちゃんだったらもう、砂まみれの砂肝でも食べる。私、砂肝っていうのがわかんないんですけど。嘘？なんか焼き鳥とかで、まあね、砂肝食べないよね、普通に、ね。砂肝。ここじゃ食べないわ、確かに。ゆいちゃんさ、はい、あれだよね、ラムネ好きだったよね。ラムネ好きだったんですよ。うん。どう？今。今、全然食べなくなった。あ、嘘なんで？いや、好きなんですけど、うん、最近新たな、うん、何何魅力のものを発見してしまって。何？何だと思います？え、なんだろう、なんだろう、なんだろう、ゆいちゃんなんだろうな。さっきね、でも見たんだよね。え？なんだろう。
からしレンコンチップス。違います。確かに食べてもいいですか？なんかボリボリ聞こえなって思ったら、ゆいちゃんが、なんか、こそこそこう、からしレンコンチップスを食べてて、かわいいと思いながら見てたんだけど。え、なんなの？なんか、喉飴なんですけど。喉飴？はい。味覚糖の喉飴ってわかりますよね。あ、わかる。持ってる持ってる。そうなんです。うん。あれがすっごい好きになっちゃって。そうなんだ。あれをしかもかじって食べるのが。うわー。好きなんです。やばいよ、ゆみちゃん。でもさ、うん、結構、飴って、あんまりね、食べ過ぎるといけないもんね。そうなんです。いろんな人にすごい注意されて。なんでかじってんのみたいな。かじっちゃダメでしょみたいな。本当にいろんな大人から言われて。そうなんだ。一時期はもう、やめてたんですよ、うん。マネージャーにも言われて、うんうん、脅されたんです。なんて？なんか、そんなにかじってばっかやると、うん、なんか、どんどん顔が大きくなっちゃうって言われて。何その子供に言うみたいなやつ。なんか、でもちょっとそれで、ちょっと効果的だったんですよ、一瞬それが。そうなんですか。確かにちょっと食べ過ぎだなって思って。うん。そっか、うん。まあね、甘いものだからね。うん、でも、そっか。よかったね、新たに。見つかった。新たな魅力にもハマってます。一回ラムネ禁止されてたもんね。そう、ラムネ禁止令が出て。そっか、じゃあ今度は、喉飴禁止令が出るかもしれない。禁止令出るかもしれないです。まあ、喉にいいもんだからね。そうなんですよ。うんうん、いいじゃんね。はい。はい、本当に。じゃあ、次行きますか。次がね。はい、掛け合いになってますね。そう、だから一緒に見ながら、はい。はい、やりましょう。じゃあ、行きますね。うん、これは、カノンさんかな？カノンさんですね。うん、じゃあ、行きます。うん、花沢さん、風邪ひきましたか？ちょっと。あ、マスクいりますか？わぁ、ちょうだい！使用済みですけど。ゆいちゃん。使用済み？くれるの？これ嬉しいですか？嬉しい。本当ですか？そう！ゆいちゃん。あのね、うん、これはね、誰の使用済みかにね、よるんですね。そう。だってあれですよ。私がずっとしてて、し、うん、てたんですよ。うん。いいよ。ちゃん、大丈夫かな、このスタジオ出てからちょっと態度変わったりしないかな。大丈夫大丈夫。花沢さんの優しいところいっぱいするから。大丈夫。ゆうちゃんが優しい声。そうか、マスクはでも衛生的に逆に心配になっちゃう。まあこんなこと絶対ないけどね。絶対ない。絶対ないけどね。逆に嫌われちゃうもんね。いや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 。ものすごい妄想力ですね。はい。じゃあ次行きましょう。はい。はい。次はですね、ひとかなネーム、朝倉すばるさんからですね。はい。アイス食べてるの？一口ちょうだい。はい。どうぞ。蓋についてるの、きれいに舐めてくださいね。ゆいちゃーん。はい。多分そう言われたらですね、口では、何言ってんのゆいちゃんって言われながら、言いながら、トイレで。トイレでいいよゆいちゃんって。ちょっともだえるわ。引いてる。引いてる。泣いちゃった泣かせたはい、冗談よ冗談。そうですよ、ね、うん、はい、じゃあ行きますよ次、はい、ひとかなネーム、ふにゃーは可愛いのですさんからいただきました。はい。ゆいちゃん、太ももを触らせて。ああ、そんなこと言ういけない口はこれですか。ごめんなさい。続きのお仕置きは後でゆっくりしますからね。ゆみちゃん、かわいいわ。なんかアニメのセリフみたいだね。確かに、よくありますよね、うん、こうふがふがなってる。そうそう、ふがふがして。でも私、花沢さんの、うん、ふーって顔が好きなんです。わかりますかね、伝わるかな。わかんないわかんない、何それ。なんかたまにやるんですよ、花沢さん。ふんって顔。ふんって顔。なんだ、いつやるんだか、なんだっけな。うん、なんか、うん、こう、例えば、うん、現場とかの、スタジオの中で、花沢さんって言うと、うん、なんかこう、ふんってやってくれて。
あのね、わかりますか？わかるわかる。きっとね、ゆいちゃんに出会えた喜びをね、一人で噛み締めてるなと思う。なんかすごい、その表情がすごい好きで。よかった！そうし、そう愛じゃん！そうですね。だからなんかちょっと、あら、これはいいかなって思う。ああ、嬉しいわ、こんなことされたら。ちょっとスタジオじゃできないけどね。そうですね。何イチャイチャしてんのってなりますからね。はい。というわけで。はい。こんな感じで。いやー、なんか熱くなっちゃったね。いやー、面白いわ、これ。激しかったね。はい。このコーナー、もう終了か。なんか楽しかったのになぁ。終わっちゃうんだ。はい。